皆さんこんにちは。西尾宮佐竹整形外科リハビリクリニック院長の佐竹です。今回は再生医療に対する僕の思いを皆さんにお伝えしたいと思います。もともと僕自身僻地の診療所で勤務していたことがあるんですね。で、その僻地、僻地っていうと本当にもうすごい何ですかね、結構山の奥の方だったんですけども、ここの患者さんたちっていうのもやっぱりかなり高齢化が進んでまして、で実際に僕のその診療所に受診される患者様っていうのもかなりご高齢の方がたくさんいらっしゃいました。で、その患者さんたちが、どんな理由で受診されるかっていうと、やっぱり最も多いのがこの膝の関節の痛みで受診される方が非常に多かったんですね。その患者さん、膝の痛みの原因になっている病気というのが、変形性膝関節症、膝の関節症というもので受診される方が本当に多かったです。で、じゃあその患者さんに対して、どんな治療をしてきたかっていうと、飲み薬もありますし、あとは注射ですね。ヒアルロン酸と言われる注射を結構ね、多い人だともう1週間ごとにうちに来られる方もいました。で、そんな注射をしている患者さんなんですけども、中にはね、その効果が出る方もいるんですけども、やっぱりだいぶ変形が進んでいる方っていうのは、そういう注射などを繰り返しやっていっても、やっぱり思ったような効果が得られないっていうこともありました。で、そんな方からね、どんな話を僕自身が受けるかというと、やっぱりご高齢ということもあって、手術もしたくないし、このまま痛みを我慢するしかないですかねっていうふうに言われたりとか、あとはもう年だからしょうがないかな、そんなふうにお話を受けることがたくさんありました。で、そういった患者さんの声を、実際に僕も耳にした時に、なんとかね、良くしてあげたいっていう気持ちはすごい湧いてくるんですけども、具体的にね、次の何か方法っていうのがやっぱり持ち合わせてなかったんですね。それでそんな時に、自分の力不足、そういうものをすごい実感することがありました。それでそんな中、数年前ですかね、再生医療という治療に出会うことができました。再生医療は手術と違って合併症というものも全く抑えることができていて、そして、痛みを軽減させる効果、それもすごい強く、さらに予防もできる、そして効果もヒアルロン酸と比べてすごい長く持つ、そんな特徴を持っていて、僕からしたら本当に魔法のような治療でした。ぜひ再生医療を使って、これまで自分が救うことができなかった痛みを抱えた患者さんの役に立ちたい、そういった思いが湧いてきました。そんな時にある患者さんが受診されました。他の病院で痛みが強くて今後もう我慢ができないなら手術かなというふうに言われました。もう手術しか手はないんでしょうか、それ以外は諦めるしかないのでしょうか、そんなことを患者さんから相談を受けました。その話を受けた時に、以前その私が僻地で勤務していた時、そんな時にもね、同じような会話があったんですけども、その時は再生医療という選択肢が僕の中でもなかったんですけど、今ならその再生医療を使って痛み、そして今後のこの方の将来ですね、をより良くしていけるっていう、そういう治療の選択肢が僕の中でもあったので、その時に迷わず提案しました。ぜひ最新の治療、再生医療をやりませんかと提案しました。その患者さんっていうのは今までその痛みがあることで、できるだけ負担をかけないように生活していたそうなんですね。そして手術の他に治療法がもうないと思われていたので、他のそういう治療、他の選択肢があるということだけ、それだけでもう非常に安心してくださって、その再生医療を受けるということを決断していただきました。それから数ヶ月ぐらい経って、その患者さんが受診された時に、妻と旅行に行くことができました、本当にありがとうございます、そんな風に僕に伝えてくださいました。その話を聞いた時に、やっぱり非常に僕もすごい嬉しい気持ちになりましたし、そのまだまだね、その再生医療を知らないっていう方もたくさんいると思うので、そういった方に少しでもね、再生医療の魅力を伝えて、それを
あとは提供する、そんな使命が僕にはあるんじゃないかな感じるようになりました。まだまだ再生医療は本当に普及し始めた段階で、知らない方もたくさんいらっしゃると思います。そして治すことができる、そういった治療があるにもかかわらず、それを知らないがために手術をされてしまうという方もいらっしゃいます。もちろん手術自体の治療も非常にいい治療ではあるんですけども、やっぱり患者さんにとって入院すること自体がすごい負担になる方もいらっしゃるので、この手術以外の方法がある、それを知っていただくのは非常に重要なことかなと思っています。治らないと諦めている方、まだまだ諦めるのは早いと思います。大切なご家族であったり、お知り合いの方であったり、何か痛みで悩みの方がいれば、ぜひ再生医療について教えていただけるといいかなと思います。私たちも全力でサポートさせていただきますので、ぜひ不可能を可能にして、より明るく豊かな人生を歩むために一緒に頑張っていきましょう。